モンルイは、フランス、サントルイコールバルドロアール地域圏、シェール圏のコミューン。アルノン川の支流オゾン川がコミューンを横切る。コミューンは、生乳の生産地にあたり、バランセチーズの生産、熟成の地理的区域内でもある。ローマ時代のビンラは何も見つかっていないが、カロリング町時代の効果の発見は、この地の古代からの定住を証明している。 1123年にこの地はキリスト教の教区だった。その後、ブール樹司教の聖をストレジェジルの教会参事会の参加にあり、サンマルタン教会とビリエ城の礼拝堂も含まれた。この城にはかつてビリエ池という広大な池があったが、16世紀に干上がっている。城で残っているのは二つの塔だけである。かつてルデ集落に城があったことが、 1255年に記されている。モンルイの住民コミュニティは、18世紀初頭のイスーダンのエレクションが課せられ、1709年には、非税が46世帯、1726年には51世帯に課せられ、人口統計上の危機から逃れた。1844年、近くのコミューン、コンデは、ラセル、リニエール、モンルイの間で分割された。 20世紀がばまで、コミューンは、家畜の飼育が主体だった。土地の区画整理や、排水のため、ヤギやシャロレー牛の飼育を継続しながら、コミューンは、穀物栽培に転換した。参照元、1962年から1999年までは、複数コミューンに、住所登録をする者の,の重複分を除いた者。それ以降は、当該コミューンの人口統計による者。 1999年まで、イヘス、カジニー、2006年以降は NSEE。ありがとうございます。